明治安田生命 J3 リーグ第22節 AC 長野パルセイロと藤枝マイ FC の一戦のハイライトです。先制点は16分、コーナーキックから長野内野のヘディングシュート。長野にとってこの試合最初のシュートで先制に成功しました。内野はフリーでのヘディングシュートでした。1対0、長野一つリードで後半に入りました。後半立ち上がり早々、アウェーチーム藤枝にチャンス。岩渕、左足でのシュートはわずかに枠の外。それをしのぐとホームチーム長野51分、コーナーキックのこぼれ球に堂安。右足でしっかりと抑えて叩きつけていきました。岩沼のコーナーキック、キーパー杉本はパッチングちょっと力がなくって、堂安の元へこぼれてきました。セカンドボールへいい反応を見せた長野、追加点。さらに61分、またしても内野、岩沼のコーナーキックから内野、同じ形で今日2つ目のゴール。これで長野のリード3対0となりました。さらに81分、途中出場津田のアシスト、最後は万代。セットプレー3発に続けて流れの中からも点を取った長野。これで4対0。